気泡が発生しました。割れてる。嘘。いや、これ確実に割れてる。数ヶ月ぶりにスタバに行ってきました。はい、まずはこちら。私はいつもこれ。スターバックスのアイスラテですね。今日持ち帰りにねしたかったので、氷少なめにしたんですけど、この分ミルク多めにしてもらいました。エクストラミルクライトアイス2号バックということで、サンキューって入ってます。はい、そして水滴がすごい。ちゃんとこのシールが貼ってある。昔はね、なんとかフラペチーノとかすごい好きだったんだけど、年齢とともになんかね、甘い飲み物が飲めなくなっちゃって、そう、私はいつでもラテ、紙のストロー、エコですね。久しぶりのアイスラテいただきます。昨日から腰痛めちゃって、すごいなんか立ったり座ったりがなんかうってなる。いただきます。うん、美味しい。やっぱこれだね。うん、なんか外出しなさすぎてちょっとドキドキしちゃった。スタバもやっぱこう距離をとって並ぶようになってたし、レジのところもこうガラスじゃなくて、なんていうの、プラスチックのやつがこう貼られてて、そうそう、そんな感じでした。さっきからこれ邪魔なんだけど、これはちょっと後ほど紹介します。こちらは今日の朝ごはんということで、はい、それは、はい、もう見た目美味しいバナナチョコレートマフィンかな。美味しそうだよね。美味しそう。なんかさ、いてて腰が痛くて大変だ。こちらのマフィンはね、240円だった。なんかさ、自粛期間中さ、みんなバナナケーキ焼いてたじゃん。私お菓子作りがあんまり得意じゃないし、なんか作ろうってなれないんだよね、あんまり。そうそう、だからさ、みんなのなんかインスタとか見て、うわ美味しそうとか思ってたんだけど、このマフィンを食べたいと思います。うまっ、美味しい。なんかチョコレートが甘いから、マフィンの生地自体はそんなに甘くなくて、私の好みな感じ。で、今回購入品を紹介ということなんですけど、ちょっとね、Amazon で買ったんですよ。はい、結構大きい箱来たね。はい、ということで開けてみましょう。オープン。わー、保護してくれるやつ。一回解き放つ。はい、まあ、中はそんな大きくない。で、まず一つ目紹介しましょう。はい、こちらです。気泡が発生しました。こちらシャンディーニ一輪挿しグリーンテリア高さ20センチというものなんですけど、花瓶なんですけど割れてる。嘘。いや、これ確実に割れてる。見えないと思うけど、ほらほら、花瓶こんな曲がるわけないでしょ。これは何だったんですか。まあ、超ショッキング、ショッキングオブショッキング。え、初めてかも、こんな割れてんの。こういうのどうしたらいいんだろう。問い合わせたらいいの。花瓶が欲しくて、で結構これがすぐ出てきてね。で、まあスタイリッシュですごい良かったんだけど、花瓶バッキバキです。ちょっと気持ちを高めるために飲みます。こんなことある？ちょっとレビュー見とく。ちなみに、こちらの一輪挿しの花瓶は1480円でした。カスタマーレビューはね、ばらけてるんだけどね、星1つが 24% あった。花瓶はいろいろ買いますが、今回のように傷が多い商品を初めてで面食らってしまいました。花を入れたとしても傷が気になり台無しになりそうなので返品希望です。ただ聞いてほしい、この花瓶が届くのが分かっていて、お花を買った、この子はどうしたらいい。お花もなんかもうしょぼんってなってる。やだ。こちら花瓶に合わせてね、このね、ピンク紫の方を買ったの。今ね、お花買った人にはプレゼントしてますということで、このね、ひまわりもね、プレゼントしてくれて、そうそう、これはね、だからタダでもらったやつなんだけど、花瓶が到着したタイミングでこのお花を飾りたくて買ったのに、どうしたらいいのよ。そしてもう一つ買ったのがこちらです。はい、こちらの三角形のもの、悩んだと思いますか。これはね、ハンガーです。50本のセットを購入しました。ベージュの色で、このスリムな感じが良かったのと、あとここにくぼみがあるので、なんかワンピースとかこう引っ掛けるのにもいいなと思って、これ今触ってみてね、すごいわかるんだけど、これがね、なんかラバーっぽいのかな感じで、洋服が滑り落ちにくいということで、このカラーバリエーションがね、水色ピンクとかね、いろいろあったんだけど、私はこう馴染みやすいね、このベージュのカラーにしました。
はい、ということでこちらは50本セット。思ってたよりいい感じかも。スマートかつこのラバー感がこうずり落ちにくそうで、ちょっと読み方がわからない。 TKONE ハンガー50本組、洗濯ハンガー、衣類ハンガー、 PVC 特殊ラバー加工、滑らない、滑り止め、変形しにくいというやつですね。でこれが50本セットで2380円で購入しました。この前私のお家の収納部屋、まあ、5畳あるんですけど、その5畳の、まあ、クローゼットっていうのかな、その洋服をかけるところが結構パンパンにこう膨れ上がってたので、まあ、その原因の一つが、一つハンガーが結構分厚かったりとか、バラバラのね形のハンガーを使ってたんで、それでちょっと統一したかったのと、あとこうスマートにね収めたかったので、このハンガーを購入しました。で後ほどねこのハンガーを使って一回ね綺麗に整頓したいと思います。あと最近購入したのがこちら、このね歯磨き粉、チェックアップという歯磨き粉、これがねかなりAmazon で人気らしくて、そうでこれ買った方がいいよって言われて私も購入しました。でちょっとしか使ってないからちょっとまだわからないんだけど、フッ素が再石灰化を促進し虫歯の発生進行を予防しますということです。こちらのね歯磨き粉ちょっと調べてみたんですけど、なんか歯医者さんがおすすめしているそうで、そう、それであんまり薬局ドラッグストアには売ってないらしくて、なのでAmazonで購入するといいよっていう話を聞いて買いました。こちらの歯磨き粉は512円、まあ、普通の安い歯磨き粉に比べるとちょっと高めかな。ただホワイトニング系の歯磨き粉に比べればまあ安いか。カスタマーレビューはね星5つがすごい多いですね。はい、元歯科医師勤務、医院にてこちらの商品を扱っておりました。それ以来もうこちらの商品以外使えないぐらい大好きですと。あ、歯科衛生士さんが結構コメントしてるね。はい、そんな感じですね。ただただ花瓶がショックです。ぐちゃぐちゃんってなってるね。はい、ということでこのね新しく購入したベージュの色のハンガーに変えていきたいと思います。はい、ということでハンガーを変えてみました。あれ？あまり変わっていない？なんか全体的に揃った感があるので上の方はスッキリした感じがするんですけど、そんな変わんないかな。モンクレールのダウンとスカートをねかける用のハンガーがこの黒いのしかないので、それはちょっと今まで使ってたものなんですけど、服のボリュームは変わらないんであんまり変化はないのかもしれません。同じものに統一するとスッキリ感は出るので良かったかなと思います。ただなんといってもやっぱりさ、洋服かけるとこ短すぎでしょ。もうちょっと端っこまで棒を伸ばしてほしかった。でこのハンガー自体はね、このベージュの部分がそのラバー感っていうのかな、洋服がずり落ちない感じはいいなと思いました。というわけでこんな感じでお洋服がかかりました。まあ服の数は変わってないのでね、そこまで変化はなかったんですけど、まあ、新しいハンガー買ってよかったかなと思います。まあ、今度はねもうちょっとスッキリするように断捨離をしたいと思います。お花の正しい飾り方はこうです。はい、というわけでスタバ最高。一輪のお花飾るにはぴったりじゃない？ね、なんかちょっと気に入ってます。はい、ということで割れちゃったね花瓶は一回ね返品して交換してもらいたいと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。